実況パワフルゲームチャンネル。はい、皆さんこんにちは。今回攻略していくコースはですね、ドリーミードライブ、レース形式のコースです。でこのコースの特徴はですね、今スタートをしたところから飛行形態、飛行機のモードになっています。でほとんど飛行機でレース、飛行機が逆に自分にとってはかなり手こずりまして、今回も後付けで実況入れさせていただいています。ですね、このコース後で途中でなんですけど、船にもなるんですよ。唯一、まともにレースができるというか、順位をね上げることができるのがその船のところだけでしたので、私の場合、僕の場合はね、そこまでにいかに無難にこの飛行機モードをこなすかというのはですね、課題でして、このコースもだいぶ手こずりました。で中級者コースであれば、中級者の難易度であれば、割とすんなりね、1位を取ることができたんですけども、ハードだとかなり難易度が高かったかなという印象です。でここはですね、とにかく船の時にいかにちゃんと、このアクションを決められるかというのもポイントの一つになってまして、このアクションで失敗してしまうと唯一、順位を上げることができるというこの船のモードで逆に順位を落とすということになってしまうので、そこはね、皆さんももし苦手な飛行機モードが苦手であれば、船のところはきっちりと、アクションを決めていただきたいなと思います。あとこの今くぐってる輪っかですね、この輪っかはですね絶対に外せないです。僕結構外してるんですけど、ここ外してしまうとブーストの効果が得られないので、コンピューターキャラに出されてしまうということになります。で今回僕が運よく1位を取れた理由はですね、オールスターです。スターが取れたので、しかもねタイミングよく最終ラップ、一番欲しいところでスターが出たので、1位を取ることができたんですけど、もしねそこでスターが出てなかったら、1位を取るのは難しかったかな、何が攻略だっていうところもあるんですけど、それは運も気力のうちということで、運が良かったかなと思います。でここはですね、1周目と2周目で早速少しコースが変わっていて、壁の中をくぐるようなコースになっています。2周目なんでここもですね、何度かプレイをしてですね、次どういう進路を取ればいいかっていうのをちょっと見極めていただければいいかなとは思います。今2周目ももう半分終わったかなというところで、6位7位この辺りをうろうろしています。最終ラップに入るときも、この辺の順位はですね、うろうろしているという状況が続いてしまいました。とにかくね、飛行機形態がちょっと苦手で、操作が右と左逆になるんですよね。こういうのってよくあると思うんですよ、このゲームは。このゲームでも、同じようにハンドリングが左右逆になっていくので、コントローラーをですね、設定を変えることができたかなとは思うんですけど、あえて自分はここは外しています。でここもですね、狭いところきっちりとくぐって、あたりにスターが出ます。まずかな、またやり直しかなと思ってたんですけどね。ここですね、ここでスターが出て一気に前を狙っていくと、スターが出るとだいぶ楽ですよね。で前のキャラクターも落ちてきたっていうのはあると思うんですけど、この今岩ありますよね、この岩に当たるとスピードすごく落ちます。今回オールスターをこのタイミングで取れたので、岩を気にすることなく、直進をするだけで済んだんですけど、岩の動きは一定の動きしてますので、通常はその岩の動きを読んだですね、コース取りをしなきゃいけないかなと思います。でここまで来たらきっちりとですねアクションを決めて、最後フィニッシュに向かっていくと。この辺はもう飛行機でもいいんじゃない、飛行機じゃなくて普通に走らせてくれようと思うんですけどね。結果的にはスターのおかげで1着取ることができました。攻略のポイントはね、この飛行機のところで輪っかをちゃんとくぐるというところと、
と船の時にはきちんとスタンとアクションを決めて、いくっていうのが攻略のポイントになると思います。というわけで今回はちょっとラッキーな攻略結果になりましたけども、次回はね実力できっちりと攻略をしていきたいと思います。今回はこれで終わりたいと思います。最後までご覧いただいた方ありがとうございました。